ドラえもんのび太とロボット王国は2002年3月9日に公開されたドラえもん映画作品及び岡田康則によって漫画化され月刊コロ,コロコロコミック2002年2月号から3月号にかけて連載された大長編ドラえもんシリーズの1作品映画シリーズ第23作大長編シリーズ第22作特集記事が 月刊コロ,コロコロコミック2001年8月号から2002年4月号まで掲載された。同時上映はザ・ドラえもんズ・ゴール、ゴール、ゴール、と、僕の生まれた日。人とロボットの関係をテーマにした劇場版作品は、のび太と鉄人兵団、のび太とブリッキの迷宮に続き3作目である。前二作はロボットが人類の敵として登場しているのに対して、今作は、 ロボットと人との共存がテーマであり、ロボットの視点から描かれている。したがって、主人公であるドラえもんがロボットである点にもスポットを当てており、終始ドラえもんがストーリーの主役となっている。のび太の宇宙開拓史から長年作画監督を担当してきた富永貞義が参加した最後の映画である。また映画シリーズにおける最後のセルが制作作品であり、 翌年の、のび太と不思議風使い以降は、全面的にデジタル彩色へ移行している。また、本作は、ドラえもん映画作品で、初めて、広報用の公式ウェブサイトが開設された作品となった。2001年秋のアニメスペシャルで放送した、告知映像のみ、タイトルが、のび太とロボット帝国となっていた。コロコロコミック創刊25周年記念作品。スネオに、 新型のペットロボットを自慢されたのび太はペットロボットが欲しいとドラえもんに懇願する。ところがドラえもんは君には僕という猫型ロボットがいるじゃないかとのび太を叱りつける。怒ったのび太は腹いせに未来デパートにペットロボットを大量注文するが送られてきたロボットたちはのび太の言うことを聞かず暴れ出してしまう。街中で騒動を巻き起こしたロボットたちは ドラえもんによってすべて返品されたものの、最後に少年型のロボット、ポコが残った。どうやら、そのロボットは地球の技術で作られたものではなく、現代に送られてくる途中で長空間内で紛れ込んでしまったものだという。ポコを元の世界に返してあげるため、ドラえもんたちの冒険が再び始まった。タイムマシンで時空の迷宮へと旅立ち、なんとか目的の場所、 王国にたどり着くドラえもん一行。その世界では、ロボットから感情を抜き取り、人間の忠実な下僕へと変えてしまう、ロボット改造命令が下されていた。少年ロボットであるポコは、ちょうど母親と共に、追手のドロイド兵から逃げる途中だったのだ。捕まった母親を助けようと飛び出していったポコを、ドラえもんたちは追いかけるが、ドロイド兵たちに見つかり、 ドラえもんが拉致されてしまうのだった。この他、漫画版では、キテレツ大百科のコロスケや、バーマンのピーマン、お化けの九太郎の九太郎と王次郎に似たロボットが登場している、ドラえもん映画作品。ありがとうございます。